にちは、ムカチャンネルです。やっとソフビが届きました。1ヶ月弱ぐらいかな、待ちました。多分注文ねしてから作成に入られると思うので、それぐらいかかったんですけど、とってもね、可愛い、もうフレンズです。フレンズがね、届きました。おー、まずは、これがね、そのソフビと、可愛い。今回ね、紹介するソフビは、以前私が紹介したことになります牛乳坊やのフレンズを紹介します。こちらと牛乳坊やのみかんのみかちゃんと、新しいねお友達がついに届きました。しかもね、本当に欲しかったカラーで、今回のモチーフのね食材のカラーが私とっても好きなんですよ。だからね、本当に楽しみでしたね。こちらの牛乳坊やの生みの親はイラストレーターの田中咲さんになります。かわいいね、なんか冊子ついてました。かわいいかわいい。牛乳坊やのステッカーとめっちゃかわいいね。田中咲さんの情報が書いたカードと、田中咲さんのこのハガキめちゃめちゃかわいい。そして嬉しいことに、購入された方へね、直筆でねメッセージ書かれております。いやー、これはめちゃめちゃかわいいな。うわ、やばいやばい、めっちゃかわいい。田中咲さんが、今まで出されているグッズとかね、イラストとかたくさん載ってまして、これだけで売ってたら欲しいレベルですね。あ、主な取引先っていうところでね、うわー、いろんなところと取引されてますね。サンリオさんとか伊藤健さんとかね。はい、そして今回ね紹介します、3人目のお友達の、ソフビ、それが何かというとですね、かわいいなー。いやー、はい、こちら牛乳坊やではなくてコーヒー坊やめっちゃかわいい。もうパッケージからね、かわいいですよね。いやー、かわいいなー。そしてね、これね、ここから破らなくても、ここからね取り出せるっていうところがいいですよね。かわいいな。だからこういう袋はね捨てれないんですよね。コーヒー坊やです。コーヒー背負ってんの、かわいいですよね。みかちゃんはねみかん下げてるんですけど、コーヒー坊やはね、かわいいね、コーヒー下げてる。いやー、めちゃめちゃかわいいわ。このポーズで入ってんのかわいいですよね。はーい、みたいな感じで。こちらね、牛乳坊やと書いてますけども、カラーはね、コーヒー坊やになってますね。いやー、牛乳坊やとは、いろいろね、キャラクター設定の方が書かれております。で、詳しい情報は、一番初めにね、紹介しました。こちら牛乳坊やの方で語っていますので、ぜひそちらをねご覧ください。ちょっとここのね地面がふわふわすぎてうまいことちょっと立たないんですけど、どちらかというとコーヒー牛乳とかカフェオレ系にねこう近いカラーかなと思います。それもこのコーヒー坊やにちょっとこの牛乳坊やのねエッセンスがね入ってるのかなと思います。足裏はね、田中咲さんのサーキーと刻印の方がされております。いやー、かわいいなー。この牛乳坊やのブラックコーヒーバージョン、もう真っ黒とか出たらね、それも欲しいですよね。意外に髪と目とパンツは、コーヒー色というよりかは、ちょっとね、渋いグリーンって言った感じですね。全員ちょっとこのポーズさせなきゃ。はーいっていうね。めっちゃかわいいね。でね、牛乳坊や出始めた時ね、結構売り切れてたんですよ。でも今は受注生産なのかなに変わって、ネットの方では、ちょっとしばらくね、待てば、手に入りやすくなってます。それもね、また嬉しいですよね。こう、気長に待てばね、手に入っていくソフビってすごい私好きなんですよ。数量限定よりね。ちょっとこういうね、レジンで作ったコーヒー持たせちゃうと、また、かわいいですね。このシリーズはね、前回ね動画で語ったんですけども、ミカちゃん買った時にね、これはもう集める流れがちょっとできちゃったなっていうところで、あとね
牛乳坊やのねバナナバージョンとかもあるんですよ。それもね今ねめちゃめちゃ欲しくて、で実は田中咲さんはなんと牛乳苦手なんですよ牛乳苦手なんですけど牛乳坊や作っちゃったっていうね。でもあの風呂上がりにグビグビグビブワーって飲むあの牛乳のあのスタイル、あれはねめちゃめちゃ好きみたいで、でいつか自分でも飲みたいなっていうね願望もあって牛乳坊やがね誕生したらしいですね。でもね田中咲さんは牛乳よりも多分ねビールの方が好きなんじゃないかな、なんか紹介文でね見ました。だから田中咲さんは風呂上がりに、牛乳よりもビールでプハーですね。こちらのねスタンダードタイプの牛乳坊や、こちらに素材をね生かしてカラーリングされるっていうのがねまた非常に得意で、ミルク感たっぷりじゃないですか。こんなにねシンプルに色が違うだけで全然違う魅力があるっていう、いやその素材一つ一つをこう丁寧にね生かされて牛乳坊やに落とし込まれているっていうところがねまた素敵ですよね。もう牛乳ね、あーコーヒーね私大好きで1日絶対ね 2,3 杯は飲むんですけど、コーヒー坊やねめっちゃ欲しかったんですよ。めちゃめちゃ可愛いですよね。でたくさんねソフビとかってシンプルとか可愛いとかあるんですけども、意外にシンプルすぎるとこう記憶からね消えちゃうんですよ。でも牛乳坊やはシンプルなのに、めっちゃシンプルなのに記憶から消えず、むしろ濃く残るっていうね、これはもうまさに生み出された田中咲さんの本当にもうこのキャラクター力ですよね。あのもう世界にね通用するキャラクターなのよ私誰だよっていう感じなんですけどね。そうあのキューピーちゃん人形とかね、あれも世界にねもう男女関係なく年齢関係なく愛されるキャラクターだと思うんですけども、その次行くんじゃない牛乳坊や。この体型もねめちゃめちゃ可愛いの、本当に赤ちゃん体型でね天使みたいですよね。この角度わかりますよね。ここ意外にシンプルなんだけど、ここにねちょっと赤ちゃん的なねこの脂肪の付き具合っていうところがまた怖いんですよね。このちょっとぽっこりしたお腹とかねやばいでしょ、この中毒性ね。めちゃめちゃ可愛いわ。今後ちょっと集めると思います。でソフビの詳しい情報とかはまた説明概要欄の方に記載しますので、ぜひともご覧ください。キャラクターは田中咲さんで、ソフビのね造形されたのはあのトーマさんです。トーマさんはね、私からしたらね、こういったね、可愛いね、ソフビね、すっごいたくさんね、プロデューサーみたいな感じですよね。トーマさんグループみたいな感じですよね。めちゃめちゃ可愛いです。可愛いしか言ってないですね。牛乳坊やの回は、私、可愛いしか言ってないと思います。はい。というわけで、本日は田中咲さんから、こちら、コーヒー坊やの紹介になります。この動画が楽しい、面白いと思えたら、熱い高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあ、あれ。